ラジカセに入れてんの。お願いお願いがあって来たの。お願いね、来てもらったの、うん、そうなんだ。そう、何よお願いって。とりあえずちょっと、うん、あんまり人がいないとこに行きたい。こっちこっち。あ、ほんと今おう R さんの家に嫌がらせをいっぱいしてるの。おう、これあげるからちょっと一回録音してほしくて。これ3、はい、お願いします。3、2、1。ピュッピュッピュッチュッピュッピュッピュッチュッチクビにクリオネスイツクフェスティバル。全部入ってないです。え、なんで。あ、もう1が入ってる。ピュッピュッチュッピュッピュッピュッチュッチクビにクリオネスイツクフェスティバル。おい。もっと早めに言うのね。またもっと早めに喋るのね。オッケーオッケー、もっと早めに喋るわ。オッケー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 。行くよ。これもう一回、これ上書きできるの？これ。うん。さ、行くよ。あ、できる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 。うん。3、2、2だけでいいよ。1は心の中でカウントするから。オッケーオッケー。うん。3、2。クビにクリオネスイツクフェスティバル。ピッピッピッチュッピッピッピッチュッチクビにクリオネスイツクフェスティバル。オッケー、1本目オッケー。じゃあ次いいんだ。はい、3、2、1。すいません、いろいろふざけすぎて600スクラップの借金抱えちゃったんで、600スクラップ貸してもらえませんか。すいません、いろいろふざけすぎて600スクラップの借金抱えちゃったんで、600スクラップ貸してもらえませんか。どんな録音やねん。なんで敵に借りようとしてんの。オッケー、何借りようとしてんだよ。ちょうだい、ちょっとちょっとありがとう。何借りようとしてんねん、お前な。あの録音したやつ、何に使うんだろう。ちくべにクリオネスイツクフェスティバル、気持ち悪すぎだろ。どうやってその文を浮かぶんだよ、頭に。ズズさんがこんなさ、ズズさんがこんな録音で平和っつうか武力じゃない返しをしてきてんのに、これでポンセとかゴリゴリに攻めてきたらやばいでしょ。俺情緒おかしくなるって。これ飾っとこうぜ。飾っとこうも、撮らんで。これズーさんの声なんだよね。これズーさんの声なんだったら、もう俺とズーさんはこうなりましたっていう最終形態でちょっと。でもなんか向こうに聞こえるようにしたいから、こことかつける。ピッピッピッチュッピッピッピッチュッチクビにクリオネスイツクフェスティバル。ちょっと待って、こっち側の方がいいな。ズズ、はい、はい、R さん大爆笑だったよ。ありがとう。ちょっと最後締めに行ってくるから。あ、本当。うん、遠くから見守ってるわ。これで終わりにするから。うん、はい、来た。
開いた、開いたのに、開いたのに、開いたのに、え、あれ、ちく、ちっくびにクリオネスイーツ来ましたから。全部無事なくなってんのすごい嫌なんだけど、それをごめん、なんかそんな形で本当ごめんね、本当にごめんね、本当にごめんね、本当に本当にごめん、本当にごめんね、ねね生きてね、本当にごめんねって、ごめん、ダメ性かけるとか、ごめん、つまらんとか言って、ごめんって、本当に。違うんだよ。俺が悪かったって。俺が良くないやって。俺が弱かっただけなんだって。本当にごめん。本当にごめんね。本当にごめんね。歩く、本当にごめん。本当に。もう返す、600スクラップ。返すから、返すから、もう。もう、もう、俺の服も全部あげる、俺の服も全部あげるから、もう、全部、全部あげる、全部あげるから。俺、これだけもらう、これだけちょうだい、これだけちょうだい。これ、これ、これ、どうやってやんの？ピュッピュッピュッチュッ、ピュッピュッピュッチュッ、チックビニクリオネスイ。なんでこんなのラジカセに入れてんの？歩く、なんでこんなの。初出しの客なのに、初出しの客だから大事にしてね、これ。いろいろやったけど、やっぱアルカは強すぎて全然できなかった。復讐なんか本当にごめん。アルカお願いだから生きて。ああ同じのがいる横に何。あえ、はい、オッケーでーす。はい、もしもし。あ、
おやすみなさい。おいマジか。すいません、はい、はい、ズーさんお休みになられました、このまま。なるほど、はい、うん、疲れたと思う、疲れたっぽいです ね、はい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 、ね。これで終わりみたいですね、解散っぽいです。はい、あ、よかったです、はい、よかったです、いやお疲れ様でした。持ち帰るんかい。お疲れした。便利だったなとかって気は来そうな気がして、金ブレ集まりましたよ。こうしてうんが置いて、お馬さん肉食べてる。司会の料金なかなかね、まあ、でもアイドルってそうですよ、めちゃめちゃ取れるんじゃん。ランちゃんが人狼さん、思わずちょっと鶴橋で破壊。